Good morning! おはようございます。今日は、ニューヨークに遊びに行くので、ちょっと今メイク中なんですけれども、あと1時間ほどで準備しなきゃいけないので、頑張ります。はい。で、今、ちょっとメイクの途中ですごい変な感じかもしれないんだけど、昨日ね、このミラーニの、アイシャドウパレット、2番の Bare Necessities Everyday Eyes Eyeshadow Collection っていうのを買ったんですけれども、もう、なんていうの、アイシャドウの滑らかさっていうか、発色がかなり良くて、私、今までなぜかわかんないんだけど、ミラーニのアイシャドウとか、ミラーニのプロダクト自体使ったことがなかったんだけど、昨日ね、これと、あとチーク、今日つけようかなと思ってるチークを買ってみて、もう本当にびっくりして発色の良さに、もっと早く試しとけばよかったってめっちゃ今後悔してるんですけど、はい、これからどんどん試していきたいと思います。今日はこんな感じのゴールドルックにしてみました。なので、メイク完成したらまたカメラつけます。で、私の朝はいつも YouTube 見ながらメイクする感じです。今はね、ジョイ・グラセファのビログを見てます。やっと着替えてメイクとヘアも完成しました。こんな感じです、今日のルックは。髪は本当に普段巻いてる感じで、これの巻き方は動画でも紹介したことあるので、もし気になる方いたらぜひチェックしてみてください。で、つけまはいつものミッシュブルーミーのやつと、カラコンがビーハート B、リップが、マックのワールです。もう超可愛くない？この茶色っぽいヌードカラー。本当に大好きで、日本に行ってるかね、どうかわからないんだけど、もうぜひぜひみんなにね、試してもらいたい色です。これすごくお気に入りです。ベルベットテディもすごい好きなんだけど、今はちょっとこのワールの気分なので、はい、メイクはこんな感じです。服は、ちょっとね、女子っぽくね、ニットワンピを着てみました。OK, let's go! 今日バスで行くんだけど、11時21分のバスかな。今が、10時50分ぐらいなので、ちょっと時間あるんですけど、その前に、I have to コロコロタイム。今、ニューヨークに到着しました。ここは14丁目ユニオンスクエアなんですけども、あ、グリーンマーケットがやってる。こここそ私が生まれ育ったところです。はい、本当に小さい時からずっとこのエリアで公園で走り回ったりしてたので、すごい懐かしいです。後でね、友達と合流するんだけど、ちょっと早めにニューヨークに来て、はい、一人で探検しようかなと思ってます。で、いろんなグリーンマーケットがお店が並んでます。お母さんとよく日曜日とか、今日金曜日なんだけど、日曜日とかよくね、ここら辺来てね、なんか牛乳屋さんがよく来てたんだけど、そこすごい美味しくて、いつもチョコレートミルクとか買ってもらってました。オーガニックのものとかが多いですね。さっきこちらのプレット、この前アウトレット行った時にも行ってきたお店なんですけど、ここでスープ飲んでコーヒー買って、ちょっと寒いのでね、温まりました。これからちょっと歩いていきたいと思うので、どんどんビログ撮っていきたいと思います。マックのお店がフラミンゴコレクションであんな可愛くなってる。めっちゃ可愛くない？ニューヨークのマックスブレンナー前ですが、ラインは全然ないです。マジウケる。表参道と全然違います。歩いてます。今ね、双方方面にね、歩いてます。ここ超懐かしい。ちょうどね、この近く、実は私が昔住んでたアパートのすぐそばです。このティファーナっていうね、紅茶屋さん、めっちゃ美味しいですよ。うちの今住んでるところの近くにもお店があるんだけど、この前友達がここの紅茶くれてね、すっごい美味しかった。ここがね、今双方方面に歩いているんですけど、私本当にダウンタウンしかあんまりニューヨークわからないので、そうそう、こう座ったのがね、こっちの方なので、でもお買い物好きの方にはぜひね、このブロードウェイっていうストリートね、かなりいいお店とか珍しいお店とかも多いので、おすすめしたいと思います。私の友達も通ってる NYU 大学、ニューヨーク大学もあります。友達のめぐみちゃんと合流しました。イエーイ。
イエーイ、ね、アトレットぶり、アトレットぶり、アトレットぶり、そんなことない、今日ニューヨークで、今なんと私の一番もう世界で愛してやまないヨーグルトブランド、そうだよ、そうギリシャヨーグルトのチョバーニの専門店チョバーニの専門店がなんと総合にあるということで来てまいりました。ちょっと店内見せるね。やばくない？めっちゃかわいい。イエイ携帯いじってるこんな感じすごいでしょじゃあそこで注文できてこんな感じで食べれます。注文したのは、私はココナッツとパイナップルとブルーベリーをめぐみちゃんは頼みました。超かわいい。今からインスタ用の写真撮りますもしこの店来たい方いましたら、どこだこれは、プリンスストリート、プリンスストリートの駅が一番近 近いです。のシートいいのだそうですのチョバニーショップでした。はい、お買い物行きましょう。 Oh my god I'm smiling right now becauseAnd I'm sorry, like, just wait. I need to help her find the way. なのに I'm like, finger, like, oh my god. So, 誰かとは言いませんが、すごい人に。ちょっと。ちょっと。めっちゃ優しかった。バカだからコート持ってこなかったんだよ今日。めっちゃ寒い。ヒートテック着てるんだけどね、2枚ね。いやでもそういう問題じゃないんだよね。ね。だって今日家出た時ママが。これでいいよって言ってくれたんだもん。それは言うよ。天気予報見てくればよかった。めぐみちゃんと歩いてます。入って入って。今日は学校帰りで来た。学校帰りですよ。こんな私と遊んでくれてます。いえいえいえ。せっかくね。いつもお世話になってます。いえ。でもいっぱい歩いて温まりたいと思います。OCC にやってまいりました。早速中入りたいと思います。よいしょ、引く。めっちゃ綺麗。全部ビーガンです。めっちゃ可愛い。なにそれ、アイシャドウ。They're so pretty, so pretty. Hold on. So hot. Because in this weather, my eyes water a lot, so because of the cold. So how do your conceal? いろいろ。フェイスカラー的な。すごい。こちらのリップにしました。これはモメントっていう色です。リップステインなんだけどめっちゃ可愛くていい感じです。つけるとこんな感じです。イエーイ。超可愛いのそれ。ありがとう。可愛い。どう。調子乗っちゃうからね、こういうのね。お買い物してきました。OCC で。入って入って。イエーイ。めぐみちゃんの色も可愛いよ。これ何ですか。センセンセンっていう色。私はモメントっていう色をつけています。春にいいかなと思ってつけてます。ね。そしてまだまだ寒い中。戻ります。さっきのね OCC ねビーガンなんだよね、全部。だからすごく環境にもいいっていうか、なんだろう、アニマルテスティングしてない。そう、アニマルテスティング、That was the word、ね、アニマルテスティングしてないから、そうそうそう、すごくね、いいと思うので、もしニューヨークに来る機会あったらぜひ来てみてください。なんかちょっと今、I love this lip color, it's so pretty. It's like 超かわいい。 Thank you, thank you. And now we are going to head, I think, back to KITかな。Hopefully. Hopefully it's all. そう、Supreme 行きたかったんだけどね。でも Kith の方がなんか Nicely priced, fashionable. I think it's good. 寒い。タクシーの中にいます。どんだけスルされたか。何？あ、今の人に。うん、違う違う、タクシーに。あ、タクシーに。ほんと、なんかね、一人にブルックリン行くから無理って言われたし、なんて感じだよね。キスでお買い物したよ。優柔不断な私を助けてくれためぐみ様でございます。そんな本当この性格マジで直さなきゃダメなんだけどね。え、別に程よい感じで、程よい感じで、あんまりマンマンしろってやばくなるかな。
やいやいや、これからマーク・ジェイコブスの雑貨屋さんに行きたいと思います。あ、マグナラ豪華に使って、マジ行こう、行こうよ、行こう。これさ、本当にワッサーだよね、本当に。ここ超懐かしい。ここ有名なね、バスケット選手がね、ここから生まれ出てるっていうか、ここでずっとプレイしてて、すごい有名なとこなんだ。そうなんだ、うん、マグノリア、マグノリア、イエーイ。Thank you。あそこチーズケーキ来たんだよね。あ、美味しいよね。かわいい、甘い匂いがする。え、かわいい、イエーイ。カップケーキ頼みました。開けます。ちょっと待ってね。よいしょ、こんな感じ。レッドヴェルヴェットがこっちね。で、私が普通のカップケーキにしました。紫にしました。ニューヨークから戻りました。まためぐみちゃんのハウス NOW です。お邪魔してます。めっちゃ寒かった、みんな。ほんと寒かったの。今日何度だろうね。でも絶対アウトレットの方が寒い。え、やばかった。あん時やばかったよね。やばかったですよ。そう、今はちょっとめぐみちゃんのお家に遊びに来て、アメリカンチャイニーズフード、見える？アメリカンチャイニーズフードをね、食べたいと思います。日本にないからね、これがすごくね、とてつもなくね、恋しくなる時があって、はい、あの日本の中国と違うんだよ。全然違うの。このジャンキーさがね、たまらないんですよ。違うんですよね。まあ、日本もね、美味しいけど、美味しいけどね、なんかリアルチャイニーズフードだよね。で、なんとこのお家、見てスカイラインがこんな感じで窓から見えます。めっちゃ綺麗。ほんと贅沢だよね、もう窓から見えるって。ご飯も食べ終わってまったりしてます。清水翔太の曲を聴きながら、うっとりキュン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 してます。これはドリーム、私がめっちゃ好きなやつです。さっきは君が好き聞いてました。やばい、こんな感じ。もしよかったら皆さんのキュンキュンソング教えてください。何を聞くとキュンキュンしますか？ぜひコメントの下の方に残してみてください。私たちは清水翔太だね。ね、今ね、今ね、まさに、まさに、もう君が好きやばい、君が好きやばい、ね、あとさっきはね、マットキャブ聞きながらうっとりしてました。そうだよね。 OK, I'm on my way home right now。今からめぐみちゃんが送ってくれるそうなので、ね、お家に帰りたいと思います。今日はね、いっぱいね、欲しかったものをお買い物できたので、その分多分ね、日本帰ったらね、お買い物しないよね。マジでそうなるよね。そうなる、もう、もう来月が怖いので、しっかりとバイトして頑張ります。はい。というわけで、今日はありがとうございました。いえ、パジャマ、パジャマ、パジャマ、やりたいよ。楽しかったです。どうぞどうぞ。なんか本当にいい一日でした。いろいろね、はい、いいことも、日本にいいこともいろいろ、本当にいいことが、美味しいものも、美味しいものも、本当にいい日だった。欲しいものも、欲しいものも、そうそうそう。また次の動画でお会いしましょう。バイガーイ、バイ。